はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回は信長の王対し真田幸村プレイの続きをやっていきたいと思います。前回勝家と開戦をして、信長の敵対勢力を削ろうかなというところをやっています。で今回はその続きになるんですが、まず神前のところで言うと長宗我部ですね。ここに神前を送っておきましょう。一時的にでも同盟を結んでおいて、信長を東西から攻撃するような形を演出できればいいかなというふうに思っています。で、一旦開発の委任を解いて、開発状況も確認しておきましょう。こんな感じでですね、開発は結構進んでます。なので、基本的に開発系は委任をしちゃってるんですけども、どうしても欲しいようなところですね、鉄砲生産とかは特にバリバリ欲しいので、できるところに対しては鉄砲生産は入れていきます。とにかく鉄砲の数がこのゲーム勝敗を決すると言ってもいいので、鉄砲はね、もう軒並み自分で作っていっちゃいましょう。かしこまった。もう本当にこの鉄砲の強さが、この信長の野望大使の一番の肝と言ってもいいので、とにかく鉄砲さえ持ってれば多少弱くても勝てちゃうっていうね。なんでこの候補地が今90何とかってあるんですけど、お金がある限りもう、この鉄砲鍛冶を中心に作っていけば、その分鉄砲が毎月自動で納められるっていうのはかなりね、有利になると思います、合戦をする上では。承知いたしました。なのでもうここはね、何も考えずにと言っていいと思うんですが、鉄砲鍛冶を作っていきます。特にね、鉄砲鍛冶がいると鉄砲が自動で収められてくるっていうのはめちゃくちゃ有利ですね、合戦をする上では。でもちろんレベルが高いと今説明で出てますけども、レベルが高ければ高いほど収められる鉄砲の量は増えてくるんですが、これも結局量であれば、数がね少なくてもどうにでもなるといえばなるんで、とにかく鉄砲の数を、まあ、今がむしゃらにやってってますけど、こんな感じで作っていくのがいいと思います。である程度軍団があるいは勢力が大きくなってくれば、こんなことをしなくてもね、鉄砲はある程度まとめてバシバシ変えちゃうといえば変えちゃうんですが、かしこまりました。もうこの辺りはね、はっきり言ってほぼ何も考えずに鉄砲を作っていけばいいと思います。かしこまりました。なのでどっかでね、もう今からバババッと内政やるぞって決めたら、内政を特にこのね鉄砲は入れていけばいいと思いますね。鉄砲高いですからね、まあ、いつの時代もそうだったんだとは思うんですが、とにかく鉄砲は高いんで、承知いたしました。この鉄砲鍛冶村、鉄砲鍛冶を入れておくと自動で鉄砲が収められてくるっていうシステムは、お金がないところからするとすごく有利に働く内容だと思いますね。承知。さあちょっとキリがないので一旦これくらいにしておきましょうか。で鉄砲鍛冶をガリガリ入れていって、鉄砲が増えてくればその分鉄砲隊を組織できる数が、まあその飛躍的に増えてくるので、それをベースにね合戦で勝利を収めていくっていうのがいいと思います。じゃあまたちょっとね委任だけしちゃいましょう。で月日を送っていきましょう。まあ、まずは勝家を叩いてから、勝家の次ですね、勝家に対して長宗我部もここで宣戦布告だな。まあ、全然悪くない流れですね。まあ、ここはもうちょっと長宗我部ってついておきましょう。
我が領内に敵が迫っております。おっと、ここでライレンが来るか。ライレンが向かってきているのはどこかというと岩村城ですね。ここにライレン軍か。その数50,000。岩村城で迎え撃つ、岩村城で迎え撃つしかないので、岩村城に部隊を集めましょう。岩村城の兵の上限は9200か。信玄で迎え撃てばなんてことはないな。出陣する。信玄で迎え撃ちましょう。信玄信虎の軍勢で迎え撃てばなんてことはないでしょう。で、今ここで信長軍が動いているんで、これに呼応する形で別動隊を出してもいいかもしれないな。まあその前にまずはこの辺りの内政で施策を稼いでおきましょう。道さんからは長槍ですね。秀忠文国法民中が上がるは欲しいな。普通にやりましょう。早速で、あと長槍もね、その結局のところ合戦で使うところにはなるんだけど、ちょっとまだ入れられるところには来てないか。しょうがないね。ここはちょっと待ちましょう。では一旦ターンを進めちゃいます。で、今気にしなきゃいけないのは信長軍の下妻雷蓮ですね、が迫ってきているので、これを撃破したいよね。でそのためにはどこを攻めるか。松倉城でも攻めるかな。松倉城には福島正則が来るか。となるとここは犬山城あたり、前の長安もしくは、そうだな、刈谷城あたりまで軍を進めると福島正則か。どこで敵を迎え撃つのがいいかというところですよね。郡上八幡に兵48,600、雪村で出陣しましょう。これでまた大量に消耗しちゃうというのはありますけどね、兵糧。長宗我部軍と柴田軍か。これ長宗我部軍が勝つ。おお、柴田軍が勝つか。ここさすがだな。で勝家に対して謙信も先制を告。岩村城にも敵集まってるんだな。報告いたす。敵の集結の方が早かったか。ライレンか。ライレンの軍勢はどんな陣容になってるかな。いや、なかなか強いな。浅井長政、強いね。相当に強い部隊になってるな。こことまともにぶつかるのか。なかなかきつい戦いになりそうだな。いくら信玄とはいえね、長宗我部から交渉の申し出、通商協定、まあ、これは結んでおきましょう。ここは謙信が自ら奮闘、柴田軍との決戦に勝負。動かざること山のごとし。敵に城を奪われてんな。ちょっと待ってね。そうすると信玄軍はここは雷連の動きを封じるという意味で岩村城に向かって少ない軍勢で戦いを挑むよりかはガラ空きの末盛城を狙った方がいいね。で雷連を迎え撃ちましょう。さすがに戻ってくるでしょ雷連も。長宗我部軍と上杉軍がここは何もしないのがいいかな。さあ、ライレンの動きはちょっと注意が必要ですね。確認しておきましょう。ライレンが真田領を割らすようであれば
やっぱり信玄はライデン追撃に当たらざるを得なくなる可能性があるので、そこはライデンの動きを見極めながら信玄軍6万の軍の動きを見定めていきましょう。じゃあまず鉄砲を大量に買っておきます。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ほっといてもね、さっきやったように鉄砲火事から送られてくるということにはなるんですが、ここはどっちが指揮を取るかわからないんで任せちゃおう。よし、ここで勝ってくれたのは大きいね。そうするとだ、井手信はまあ逃がしてあげてもいいかな。大した、おっと殺しちゃったけど、まあいいでしょう。で雪村をそうすると刈谷城に向けて進発させましょう。信長包囲網が出来上がったな。ちょっと一旦軍の動きを止めて、雪村は雪村の軍ですね。いざ参る。雪村は刈谷城へと向けて進軍で、信玄はというと犬山城ですね。いや犬山城に行くぐらいだったらどうする、ここ鳴海城にする。信玄はもう鳴海城の手前まで来てるんで、鳴海城に攻略目標を変えましょう。いや鳴海城も微妙か。いや鳴海城でいいな。鳴海城にしよう。逃さず囲え。まあ大雪が来てますけど、合戦が行われているこの三河方面は特に影響はないですね。先月の終始で、いやー兵糧の消耗が激しすぎる。さっさと蹴りをつけたいところだな。表情始めるとしましょう。家康、良き考え、正信、まあ、この辺りは鉄板ですよね。高節祭か、その他ってなるとちょっと微妙だな。まあ、ここはちょっとで軍事系を稼いでおきましょう。策がございます。で板倉勝茂から民中上昇補正隊板倉、これすぐにでもやりたいな。どうしてもね無理な徴兵を行っているので、少しでも民中を上げておかないとまた一揆が起きたりすると面倒なんで、早速入れましょう。洪水被害とかまあ一旦置いといてだ。勝利者の戦意上昇、これはやっておきたいね。さあ今は目の前の敵に当たっていきましょう。どこだ、浅井軍とか、ここは自ら決戦の指揮を取ろう。負けるわけにはいかない戦いなんで、ここに勝利すると一気に城をかすめ取れるかな。陣もこちらが持っていて、信虎が鉄砲、信玄も鉄砲、あと信綱が鉄砲ですね。鉄砲が3部隊、バランス的には取れてそうだな。で敵の方はというと鉄砲隊がいるかどうか。鉄砲隊はいないね。よし、これでじゃあ合戦に挑みます。無人機でいいでしょう。いや信長軍の割には鉄砲隊がいませんでしたね。まあしかもここ平原ばっかなんで、基本的にはその平原に陣を散らしておくのがいいかな。まあ、横一列に並んでおきましょう。直政で、信虎は鉄砲隊なんでこちら。行こうぜ。で信綱がどこにいるかだなとは。始めるぞ。ご命令ください。覚悟しろ。デチ、覚悟せよ。ちょっ
っと野口の鉄砲隊の数が少ないかなっていうのが気になるところかな。まあ、こんなところでいいでしょう、軍の配備としては。まあ、鉄砲隊の強みを生かせる戦いになると思います、こんだけ平原が多いと。あとは雨かな、怖いのは。雨が降ったりするとね、ちょっと目論みが一気に外れるなんてことはよくあるんで、雨だけ注意しておきましょう。敵の動きは、敵も横一列で回ってくる感じかな。鉄砲隊の正射をうまく利用したいので、さあ鉄砲隊がどういう動きをしてくるかによりますけども、本陣を守るというよりかは左右の陣を守るっていう戦いの方が戦いやすいかもしれないですね。こうやって見ていると。敵の居所知れました。よし、まずは敵捕捉しましたね。敵の位置を捕捉できたので、あとは鉄砲隊で打ちかけ、まずは鉄砲の正射で打ちかけていきましょう。まあ、敵に鉄砲隊がいないというのは、ね、強みになりますからね。皆の者、わしに続け。ご命令、覚悟せよ。ゲッチ、いざ進む。覚悟は良いか。で右翼側にも敵が迫ってきているので、右翼側も敵を牽制しておきましょう。ゲッチよ、さあ行こうぜ。始めるぞ。敵の居所知れました。さあ右翼左翼とも回線ですね。これでまずは鉄砲の正射、これでどんだけダメージ与えられるかによるからな。皆の者、わしに続け。ゲチで信玄がやられちゃうとね、それまでってなっちゃうんで、信玄がやられないようにだけはちょっと注意をしておきましょう。我らの勝ち揺るがぬぞ。敵の居所知りました。さあまずは悪くない流れができてますね。まずは鉄砲隊による鉄砲の正射、これは確実に入れておきましょう。で信玄も鉄砲撃ってますけど、信玄の側面を守る意味で直政を突貫させます。ゲッチ、いざ進む。あとは一旦守りましょう。ただ敵の大将が前線に出てきてるっていうのは、ある意味狙い目ではあるけどね、ここを狙って回想させて一気に、戦意をねゼロにも持ち込むっていう手もありっちゃありだけどね。まあ、まずは一旦は様子見しましょう。覚悟しろ。さあ福島正則が本陣に向かってきてるな。これ後ろ突かれて信玄が攻撃を受けたりするとピンチになるけど、とりあえずすり抜けていってくれたんで、これは一旦放置しましょう。放置して陣は1個でも守ってれば士気の効果は保たれるので、そのまま行きます。どちらかっていうと、もうここは敵の大将に突貫を仕掛けていく方がなんかいい気はするね。で大将を回想させることができれば、そこで戦いに決着がつきますからね。そういうシナリオをちょっと頭には入れておきます。敵を侮るのは命取りになりますよ。かといってね、左右に割った軍勢をまた合流させるのは一苦労なんで、今味方の左翼に展開している部隊で敵の浅井を撃破できればそれが一番いいですね。
とりあえず雨が降ってないんで鉄砲隊の強みを生かしてデフレールだけ削っておきたいんだけど、敵が後ろに下がっていったら敵についていく形で浅い対象区これを囲みましょう。今まさにそういう体制が作れる。始めるぞ。この策で出し抜いてくれよ。我が策ご覧くださる。我が策ご覧くださる。ゲチよ始めます。今やっているのは敵の部隊、この大将ですね。大将に対して北条氏政、あとは北条氏重、それに松平信綱、この3体で包囲殲滅する作戦ですね。で直政と信玄で横合いから攻撃を加えると。で右翼の方は数的には多少不利にはなってるんで、ここは現状維持でいきましょう。ただ削れるときに削っておくに越したことはないので、安藤隊はちょっと後ろに下げて士気の回復を待ちましょう。始めるぞ。多分ねこのままいくと安藤隊が一番最初に回想すると思うんですよね。敵味方を通じて浅井は退いていくか、まあ、当然といえば当然だな。ここは策のある者がいるようです。ご命令ください。始めるぞ。ゲチよ始めるぜ。始めるぞ始めるぞ。始めるぞ。さあどうするかな。始めるぞ。いざ進まん。崩れ始めるとね早い可能性があるんですよね。どうしてもご命令くだされ。敵の方が武将の質は揃ってるかなっていう印象があるんで、部隊長クラスになるとね。今だ。放て。やりたい前。さあ敵のこちらの陣を狙ってた部隊が帰ってくるんで、これに合わせてなんとかしておかないとひどい目に遭いそうだな。ここは各々が追撃に当たって信虎の部隊を動かしましょう。いやー信虎の部隊足が遅いから無理だな。ここで無駄な動きをさせるよりかは確実に敵を削った方がいいね。この辺りは本当に一歩間違えると一気に壊滅するかな。ゲッチ始めるぞ。策がございます。正々堂々勝負せよ。直政で全員を支えられるかというとちょっと厳しいよね。信玄の鉄砲隊でいち早く敵を削っておきたいところですね。我が核をお見せしよう。いや本当にさすがだな信長軍の陣容。これ見てもそう簡単に崩せる陣容じゃないですね。直政が攻撃を受けているんでちょっと減りが早いな。しょうがない。直政を一旦下げましょう。直政を一旦下げてても直政が回想するのを避けたいので下げます。信玄はもうちょっと踏ん張ってもらおう。でここは直政ですね。氏政を出して氏重は一旦下げましょう。この状態だと危ないですね。で安藤隊は今体力の回復士気の回復待ちです。この策で勝てるはずだぜ。ご命令を。始めるぞ。手置き。まだどこの部隊も回復してないっていうので、ね、まあ一番最初に回復するのは氏重隊かな。このままだともっと強い部隊になる。知れました。策のある者がいるようです。我が策ご覧くださる。この戦これで終わらせる。ゲチよ風林火山の旗を掲げよう。お覚悟願おう。お覚悟願おう。
さあ暗導体は回復したので元に戻しましょう。先生に戻します。とはいっても暗導体なんでね、これ見てもらっても分かる通りまたあっという間に溶かされそうな気もするけどね。無事、直政がちょっと危ないかな。無事重隊はとりあえず難を一旦逃れたけど、今ぞ放て策のある者がいるようです。これぞ我が軍略、風の如く速やかに攻めよ。ご命令を。始めるぞ下地よ。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。さてどうしたものかな。ちょっと泥仕合の様子を呈してきたね。ここは雪が降ってるというのもあり、ただまだどの部隊もね回想してないというのはある意味すごいよな。この戦で名を上げるのです。命令してくれ。ご命令を。ご命令ください。始めるぞ。格の差思い知るがよい。手置き食らわせてくれるわ。放て。敵の居所知れました。直政の部隊がちょっと危ないな。直政が持ってくれるかどうかだな。これ直政が回想するとかなりピンチなんだけど、大丈夫かな。突撃なんかさせて持ちこたえてくれるのかな。愚か者には死あるのみ。もう陣を守ってる意味はないので直政の救援に向かいましょう。まあ直政の撤退は避けられないかな。動くことが雷帝のごとし。あとは大将を撤退に追い込めるかどうかですね。始めるぞ。撤退は無理でもとりあえず改装させて戦意を一気にくじくというのが一番いいかな。命令してくれ。まあ、直政が多分最初にこのまま行くと回想すると思うんで、回想しましたね。これはしょうがないな。いった引くぞ。何しやがる。このままでは策のあるものがよし。ただこちらも敵を2部隊回想に追い込んで覚悟せ、一気にチャンスが舞い込んできそうですね。で信玄も突貫させましょう。足に続け。で問題の敵の大将、ご命令を。一気に2部隊3部隊と階層に追い込めれば決まる可能性がありますからね。ここは決めにかかろう。覚悟せよ。我が策ご覧くだされ。覚悟なき者負けはせぬ。直政宇治政あたりがちょっと危ないけど、先に削り切れれば押し込め。いやー硬いねー、ここ硬いわー。覚悟は良いか。ゲッチいざ進まん。始めるぞ。これぞ我が軍略、命令してくれ。ここはもう敵の大将を目指して突貫を観光するしかないかな。ご命令始めるぞ。ご命令ください。先に宇治政が撤退させられたか。ただここで敵の方も一気に2部隊改装したね。しかも大将も改装した。3部隊改装、これはチャンスだ。一気に押し込もう。藤国がどうなってる。藤国が用心で引き上げが成功すれば勝利できるね。ご命令を。我らが力示すは今だ。信長軍との前哨戦、ここで勝利できれば一気に2つ3つと城がかすめ取れますね。戦はこれからよ。決まったね。やっぱ敵の大将を回想させると流れが一気に変わるね。まあ、信玄に鉄砲隊が良かったのかっていうのももちろん出てきますね、今回の布陣を見ておくと。それが我が戦よ。敵将
討ち取ったり。秀貞を討ち取ったか。おばくした武将佐竹義政、これは登用しよう。朝廷からの使いですね。まあ金はあるので中納言の代わりに金を差し出しておきましょう。ライレンはどこ行ったの。ライレンは、ライレンは一旦引き上げたんだな。いなくなってますもんね。さあ2つ3つと城を取りにかかります。かたじけない。まあ、名古屋城まで行けなかったとしても一つ二つと城は取りたいよな。成海城は取りましたね。信玄が敵が再び集結してくる前にここは名古屋清須まで行ければね、大きいけど。まあ順番で言うとまずは末盛城かな。我ら王道を行かん。取り囲め。さあ上杉軍と上曽我部軍が戦ってるのかな。ここは報告いたす。先月の終始でございます。いやそれにしても消耗が激しすぎるな。取引を行いましょう。取り計らいます。何の消耗が激しいって、本当に兵糧の消耗が激しいですよね。もう本当に今回の大使は兵糧マネジメントと鉄砲をいかに獲得するかっていう、そういうゲームになりましたけど。敵将討ち取ったり。まあさすが信玄軍だね。初戦で勝利したので、もうそんなに敵もね、短時間で大動員ができないっていう状況になると一気に戦局がこちらに傾きますね。上曽我部軍と信玄軍も激突中。無理じゃ、もう無理。お、信盛が退場したね。大量に武将捕まえたけど、まあ一旦ここはみんな逃がしてあげましょう。で信玄軍の方はこのまま名古屋城へと向かいます。いや待ってね、名古屋城は鈴木サンダーを4万軍、これは厳しいな。一旦じゃあ信玄は開城して兵を引くか。戻るとしよう。雪村の刈谷城は強行をかけて決めよう。神妙の覚悟見知ったか。で会場議場これを行っておきます。というわけで信長軍との本格的な激戦が始まりましたけども、まあ勝家はねもう長宗我部に任せとけば終わるかなっていう感じなんで、あえて、勝家の方に再戦を挑む必要はないでしょう。次回はですね、この続きになりますけども、信長軍との雌雄を決する戦い行っていきましょう。初戦に勝利したことによってだいぶ戦いは有利に進められると思うんですが、長宗我部軍との信長領争奪戦になると思いますので、遅れを取らないように頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。